discretion. Aye. おお、まずその年金がっていうのは、公的な年金っていうと、あの話があった民間の年金ってあるんですよね。非常に若い人だったら、それは民間の年金って言っても、あれはなんだか貯蓄だから、それはそれで結構じゃないですかね。で、公的な年金を危ないという人っていうのは、いろいろ増やしているんですけども、ね、まあ、あの、つまり、公的な年金危ないっていう人はね、民間年金入るっていうのも、そのビジネスですよ。それがほとんどです。あの、要は公的年金が危ない、ただ民間年金入るっていう言い方なので、ね、で、公的年金が危ないっていうのはね、まあ、これはかなり怪しい。それで、あの、年金っていうのは、そんなに難しい仕組みじゃなくてね、あの、具体的に言うと、年金を全部払うっていうのは20歳とか今は60もしくは、まあ、ざっくり70まで払うっていうんですけど、それ20年間じゃあ50年間払うんですよ。それでね、大体の年金の保険料って平均的に考えると大体給与の2割です。2割つくの、会社が1割払って自分が1割払うと、会社が1割払ってくれたら、そのと給与が来るから、最終的には2割払ってくれてで、50年間約2割払うというと、50×0.1 という形になると、大体10で、要するにどのくらいの保険料を払うかというと、まあ、年収の10倍ぐらい払う、そんな感じになるんですよ。で、平均的な人はね、90歳ぐらいの平均的に給与すると20年間で大体年金、20年間年金が動くことになると、この10を20で割り算すると大体給与のその0.5×20 っていうのと、さっきの 0.2×50 って一緒になる、大体こんなのが平均です。そうすると20年間が給与の5割ぐらい。これは何を意味しているかというと、要するに自分が払っている保険料と、あと、年金、もらえる年金の金額、これで年金が破綻するかしないかすぐ分かるんです。で、日本は 0.2 で、大体 0.5 もらえるということは、まあ、平均的には本当ですが、これはなかなかしないんです。このね、0.2 っていうのはすごく少なくして、それで 0.5 っていうのはすごく多くする。でこういうふうに保険料と給付金額で大体という意味で破綻しにくいです。で、あとはだから少子化というとどうもこうの話なんですけど、少子化の予測っていうのは全部簡単です。少子化の予測って人口推計というのはすごく正確に取れてる。だから、もう少子化大変だって言いますか。予想通り少子化になってきたら全然大変じゃないっていうのもこういうのは、ね、予想できるかできないか。予想外な話になるとそれは大変なんです。でも、ちなみに2002年の人口推計っていうのを出生率の推計ってあるんですけどね。で、それは私がやったんです。で、見てください。ずっと。それは難しくないから、そんなに稼げないから。だから、少子化が大変になってる、大変になってるんですけど、予想通りですから、年金は全然関係ありませんと。というぐらいです。だから、こういうのは、まあ、年金の審議をしている人がいては重視なんだけど、まあ、それじゃあ、年金が破綻するっていうことにならないと、年金商品って売れないでしょ、民間も。それ売れないからって言うんですよ、いろいろ。だから、決定的に破綻するって言われて、破綻するかもしれない。そういう、みんなそういう方なんだよね。で、こういうことするので、この破綻しないってすぐ分かるんだけど、そうするとみんな困っちゃってる。だから、年金が心配だから、民間保険に入るなんていうのは、もうその、なんていうかな、ビジネスの、その手口がまんまと引っかかってる人です。だから、そういうことであれば、そんなに考えないで、まあ、だって貯金は、お金があって貯金するのは構いませんけどね。で、例えば、保険料を、払わなくていい。
公的権利を払わないでっていう言い方をするんだけど、公的権利を手にすると一緒ですからね。大変なんだけどね。突然になっちゃうかもしれない。最近マイナンバーって申請してるから、補足ができちゃってるから、その意味では、まあ、結局同じですからね。それは払わないでっていうふうになると、ただ単に、まあ、年金引く人がなくなっちゃうだけなんですよね。余計大変になっちゃうんで。そうすると、あれはまあ、会社員の時には、半分は会社を持ってくれるしね。だから、まあ、あれを払わないって選択肢はあまりないと思いますけど。必要だ必要だって言って、これだから要するに必要だって言って、これで自分でも貯金しないって言うでしょ。結構わけわかんないんだね。一番前だったら、まあ、必要か必要じゃないかって人に言うんでね、私の人このね人生設計に依存するんだけど、よくあるパターンは、サラリーマンが終わったらその後仕事しないっていうパターンを想定するんだけど、それも多分ね、やらせた方がいい。要するに60年かそこらで、会社退職したわけで、それ、90まで来ちゃうから、20年間ぐらい何もしないってすごい大変ですよ。だから私おすすめするのは、サラリーマンのうちにいろいろと、副業今、比較的制度が OK。その副業をいろいろやりながら、自分で何が続いてるかを考えつつ、いい時にサラリーマンになって自営をするのが一番です。自営してたらずっと給料入ってくる。それで、支援ができなくなるってことは、体が弱くなるってことそしてね、すぐ死にます。だからもうこれはピンピンコロリの原則っていうんだけど、もうね、働けるだけ働いて、最後、ぽっくりっていうのが理想です。だからそのために、自分が働けるかどうかって、健康のうちは働ける自営っていうのが一番いいやん。そうするとずっと働いてるわけ。そうすると年金なんて全然気になる。年金をもらうともらわないかと気になって、働いてるから。これで働けなくなったらすぐ死ぬから。これが一番多分いいです。だから、サラリーマンのうちにね、何を自営にするか考えながらね、できないと、だって60ちょっとで、あと30年近く生きるって大変ですよ。何もなしで。だからもう人生長くなっちゃってるから、サラリーマンのうちにいろいろとね、ことをトライしながら、自分が自営に何を、自営でね、何ができるか考えたらね、嬉しいと思うんですよ。サラリーマンのうちはサラリーマンやってていいんだけど、やっぱり、60ぐらいで終わりになっちゃう。私の知り合いなんかもね、60ぐらいでサラリーマンのこと何もすることないって思ってるんですよ。それも、それだったら働いた方がいいし、働けばね、年金に少なくとも切りはならないし、で、やっぱりずっと働いてる方が、まあ、楽しいって楽しいってないですよ。というのはお答えになってくるか分かりませんけど、皆さん若いからね、サラリーマンは一生懸命やるんですけれど、まあ、いつでやめるからね、やめた時に何を、自分が してるのかなと思いながら、それで、やめた後もね、仕事を知ってる方が、多分、生き生きしてるんじゃないかなって気がしますよ。7月31日からアジアで今日始めた、ゼロシー最新情報。
中国が台湾訪問を警戒最大限に保っている。習近平国家主席が総書記は米高官による台湾訪問を看過できない事態と認識。ペロシ氏は台湾について言及していないが、実際に訪問すれば米中関係に大きな影響を及ぼすことになりそうだ。中国国営新華通信によると、中国空軍の新進化報道官は同時の記者会見で、祖国の産業を守ることは空軍の使命、空軍の多様な戦闘機が祖国の本島、宝島を周回し、主権と領土を守る能力を高めている。空軍には確固たる基礎、十分な能力があるとの本島、宝島は台湾です。はい、マレーシア、日本、韓国という4カ国なんですが、そこに、まあ台湾を混ぜるということを言ったもんで、まあ、中国が近くやっている。もともとは4月の予定だったんですが、これがコロナにかかってしまって、ペロシが感染してしまったので伸びたんです。だから、もともとは4月にやるんですが、ここに来てあまりの4月に、やってた時よりもすごく増した。日本の国会で安倍さんの追悼演説が前に出てきたりから予定だったり、それも野党が会社につけて取り込まれて、もしかしたらペロシ氏が日本の国会での演説を聞いてから台湾に行くんじゃないかという話になりました。ペロシ氏っていうのは、安倍さんが暗殺されてから、まあ、民主主義の否定者というふうにおっしゃって、非常に、まあ、評価されたんですね、安倍さんのことで、亡くなったことも含めても素晴らしかったです。で、この安倍さんは7月末に台湾訪問をしたと。で、その時は、まあ、大きな安倍さんの柏です。まるでその暗殺を受けるかと。で、ペロシ氏は、まあ、その、まあ、形だけかもしれないけど、意思を受け継いで台湾に行くということで、まあ、結構このペロシ氏の、なんですかね、政治信条の一環といってですね、大したものだと思いますね。まあ、そうですね、まあ、良くも悪くも民主党らしい政治家じゃないですか。政権に対するものでも結構イメージは、今の保守が相当悪いと思いますけどね。だから人権という意味では、人権としては難しいのかなと。これは、まあ、評価しているのかなと思いますね。中国の同化的っていうんですかね。これを26日にしよう。中国外交部の趙立堅報道官は25日の定例記者会見、ペロシ米会議長が台湾地区訪問を計画していることについて、中国は米国に対しペロシ議長の面談を反対するという重大な危険性の立場を担当表明していると説明。我々は人員を含めて待っている。米国が欲しいことだと検討するが、中国は必ず反応した力強い措置を講じ、国家の危険な領域を守る。これにより生じる一切の重大な結果の説明は米国が終わらない。中国は最近ペロシ氏の台湾地区訪問に断固反対するという厳正な立場を米国に断固反対している。外交部報道官が中国国防部国務院台湾地区弁護士の声明を出した。で、中国国防部の報道官は、米国が独断専門するなら中国軍は決して出しません。強力な措置を講じている。台湾外交勢力の干渉も台湾独立の分裂の企みも必ず打ち砕くと思います。中国人が言ったことは必ず実行する。メディアって言うことだとは思ってたりしてるんですけど、相当右往左往してるって感じで使われますよね。とにかくやめても
本部では止まらないことで、日本部まで接触するし、で、まあ、日本で内閣をやったらしくて、よく説明されますが、国民の台湾を今、ずっと声明を出して、ずっと国民が、やってくれと。ところが、ペロシは逃げません。で、これ、もともとはバイデン氏の反対だったり、これはいろんな報道をいろいろ見ると、やっぱり、今は物事を起こしたくない気持ちが強かったので、最後は28日に、外戦で習近平会談、電話会談、無事会談。で、どうなったかというと、まあ、何もなかった。はい。それどころか、習近平氏は、どういうことか。火遊びをする。ものは来てやけし、まあ、ことわざですが、それを聞いて、まあ、要するに、ペロシが強引に台湾に来るんだったら、まあ、アクション、軍事的アクションを取る、うん、まあ、例えば、飛びで出た飛行機を取るということに近いことを、それに統一統括を始めたというと、まあ、この国家機能がいるんだと、まあ、北朝鮮がしてますよ。そうそう、ペロシ氏の目的なんですけれども、実はですね、最近ペロシ氏って評判良くないんですよ。それはまあ一つはその一度襲撃事件で、まあ、トランプ大統領が非常にこう日本を圧迫から責められてるんですけれども、そこにペロシ氏がやっぱり関与してるんです。それは理事堂をきちんと応募せよっていうことをみんな色んな人が無視してる。でもし行かなかったら、もう完全に世界ワイというか、はい、ああ、もう終わりました。中華戦争終わりました。これ、この中国側の気持ちをちょっと立ってくるんですよ。まずですね、蔡英文氏が総統選に入った時に、トランプ大統領とポンペオ副首相が祝辞を送りました。で、トランプ大統領はプレジデント夫妻から、なんかプレジデントってことを使いました。完全に国として認めたような祝辞を送っているんですが、そうすると、相当カチンと来たわけですよね。しかも、予報法を挙げて、アメリカが、台湾の防衛をバックアップするような、ことをどんどんやってまして、もちろん中国は相当心理的に追い詰められているということになります。で、だからこそ、次はバイデン氏大統領になるんでしょうか。
してトランプ前大統領が反対を進んだからというのもあるでしょうが、これは厳しい言葉を言ってるわけですよね。これすごい、これ訳が難しいんですよね。はい、なぜナンシー・ペロシが鶴瓶氏雇用このためにインサイダーズビーティングやインサイダー情報に関わったとか変わらなかったとかで金のために面倒を起こすのではなく、わざわざ中国本部や台湾作ります、彼女が関わると必ず混乱と反対とか起こり、振り回っていない。あいつが最も知らずできていないことこそ中国本部。頭のおかしい男子をおしゃばってかますと、どうしなく、先が見えます。これね、意外だったかもしれないですね。これ理由があるんですよ。トランプ氏っていうのは、はい、立候補氏、はい、けど、対面はもう立てても構わないです。これは習近平氏が素晴らしい政治家だと思います。ただし、経済政党の方で実を取るというのがトランプ氏なんです。これは、ペロシ氏は全く逆だと思います。対面を怪我しない。だから政治信条、トランプ氏の内閣全く逆のやつから受け入れていない。だからまあどっちが正しいかっていうのではなくて、政治関係の違いです。で、ただこれペロシ氏はここで行って、まあ、無事に帰ってみれば、まあ、相当評価は高まるという選択肢もあるんです。まあ目に見えてまあ分かりやすいじゃないですか。やっぱりこういう選挙票それでやっぱりこうすごく摩擦とか戦争を起こすのは、共和党の首相政権だみたいな理由で考えています。平和の方がいわゆる中古ダメ企業を派遣してますから、それも税金対応だったら一律によってかなり分かれてしまったと言っていたんです。だからこの点はこの点と本当に相当だったら、もうこれはもう米中
今の状態のストレートと何が悪かったのか
本当にそう思ってる。
Yeah.
Thank you.
Thank you.
Mm-hmm.
Thank you.
Thank you.
視聴ありがとうございました。それではおやすみなさい。